ならとっとと死ねい。瞬間移動か。死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱすごかった。ここベジータ、まずこいつを右の耳につけて、これで合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかを。ねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえ。な、終わっちまうんだぞ。何もかも気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろ、みんなのことを。よくぜ、早く。見つけたぞ。ジータ、威力がこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。さあ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ベジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつがスーパーベジータ。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。無駄なんだよ、無駄。俺に勝とうだなんてさ。そうだ。くらえ。本気でやってこのざまだった。まだよ。
くわかってないようだから、はっきり教えてやろうか。無駄なんだよ、俺に勝とうなんて。貴様なんかがどう頑張ったって。カメハメ！カメハメ！この体になっても勝てねえってのか。本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもする。1 2 3 4。何やってるんだ。ここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうだ、さっきあいつにちぎられたあれを使って。7八、やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。九、さて、果たしてうまくいくか。十、よし、バリアー！はあ！やった！やったぞ！ははっ！なんてことだ。いや、わからんぞ。え？ちょっと変だとは思わんか。やつはこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ、こんな星。の、あ、ブーム。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。
いた。隠れろ。